X ミニリーグフードロック優勝の表彰式を行います。両チームの選手の方はこの結果、X リーグディビジョン3の、優勝は岡山5戦0勝全勝により確定しました。岡山の X リーグ、3部優勝です。岡山スタンディングベアーズは、この後12月7日、X ディビジョン、ディビジョン2のチームと入れ替え戦に挑みます。岡山スタンディングベアーズに優勝者を授与いたします。授与いたしますのは日本社会人アメリカのフットボール協会セプリン田中正人です。岡山スタンディングベアーズの中央でやるどうぞご協力ください。おめでとうございます。の人やったら、もっと参加できるメインスタンドのようなところでやるチームがよくわかります。以上で表彰式を終了いたします。両チームお疲れ様でした。以上お考えする、なお第4試合の広島 UCS ホープ対加古川オールスターズの試合は定刻より5分遅れまして5分35分に実行いたします。